はい、今回なんですけど、超有料オリパさんから、なかなかね、僕好みの面白いオリパがあったんで、開封したいと思います。はい、それはこちら、天国地獄からの挑戦状っていうパックで、1パック3000円で、これね、選べるんですよね、自分がどっちが買いたいか。この天国側の悟空か地獄側のベジータかっていうのを選べるんですけど、僕は5パックずつ両方買いました。で、1パック3000円の天国側の悟空は、シングルカードが1枚から4枚入ってて、全部で100パックあるんですよね。で、当たりパックが25パックで、大当たり枠っていうのがあるんですけど、これがハテナになってるんですよね。なんで、当たり以上が、まあ4分の1であるっていう感じで、まあ当たり多めですね。で、このベジータ側は、全100パックで、1パックにシングルが1枚から6枚入ってると。で、究極大当たりが1パック。で、大当たりが1パックで、当たり枠がハテナになってるんですよね。うん。だからかなりギャンブル性が強い。だからハイリスク入りたんだから、なんで、鋼の心を持つ人だけ買ってくださいみたいなこと書いてありましたね、サイトに。で、引き換え券が入ってることもあるし、こっちだとね、こっちだと UM のベジータが入っていたらびっくりマークみたいな。で、さらに挑戦状 に手紙が入っていたら、点々、3周年記念演出が出ると、はてな、みたいな、あるんですけど、まあ、とりあえず、開けていこう。なかなか、袋が豪華だな。これやっぱさあ、シングルカード1枚から4枚とか1枚から6枚だから、1枚入ってたら当たりなんじゃない？やっぱ。で、当たりが、やっぱ UR で、大当たりがシークレットみたいな感じじゃないのかな。結構豪華だな、これ。体と心は支配されても、誇りだけは思い通りにならんぞ。強くなりてえだけで、プライドの高いおめえがあんなやつに支配されて、支配されたってのか。まあ、じゃあ交互に開けよっか。ね。まあ、まず悟空から。ちょっとね、ベジータはね、当たりが少ないんで、ちょっとかなり厳しそう。あ、なんだっけこれ、オシリスじゃない、なんだっけ、何これ、あ、こうか、え、どうなってんのこれ、あ、ここね、なるほどね、結構厳重に入ってんだ。やっぱこれ枚数多いから厳しいんじゃないか、これ出しにくいな、これ出しにく、待って、破いていいかこれ、使わないしこれ。はい、じゃあ1パック目、悟空から。まあ、全10パック、お、スリーブ入ってます。これは来たんじゃない？お、来た。あ、これ持ってたっけ？これ当たんなかったかな？多分でもこれ当たりだよね。UR の、孫悟空 GT。最近当たんなかったか、これ。ゴッドミッション5段。これ当たり枠じゃねえかな。どうだろう。じゃあ次ベジータが行くか。ハズレも見てみたいね。どれぐらいのハズレなのか。あ、同じスリーブだね。ハズレだったらさすがに UR も入ってないんじゃない？ねえ。って思うけど俺的に。あ、でもスリーブ入ってんの一応。はい、ドン。お、孫悟飯ゼロ。これ初ゲットですね。UM3 段。やったぜ。かっけえな、やっぱ。え、これ UR は確定なのかな？え、俺それだったら全然嬉しいんだけど。大当たりとか当たり引けなくても。じゃあ次、悟空側行きますか。じゃあ、当たりがシークレット以上かな。で、大当たりが高額シークレットみたいな感じかな。え、全然俺安くても UR 以上確定なら嬉しいけど。そうか、だって3000円だもんね、1パック。そこに1パック3000円で UR を初ゲット、大進化。そうだね、3000円で入ってないと怒る人もいるか、さすがに。
はい、じゃあ次ベジータ側、じゃあどっちかで大当たりは引きたいね。どっちかっていうかね、悟空側しか無理だと思うんだよ。ただ100パックなんで、全部で100パック中の、しかもハテナって書いてあるから、それも合わせると、まあ、10パック買えばどっちかで大当たりがあってもおかしくないはず。はい、ベジータ BM1 弾いいね。何がいいって、持ってないカードばっかだから、これは多分持ってるけど他持ってないんだよ。で次は、次悟空か、悟空いきます。結構楽しいなこれ、全部これじゃん、全部このわかんないけどオシリスじゃないよね、オシリスっぽいけど開けにくい、これがマジで。まあいつも通り最後に、あ、シークレットビルス BM1 弾やった、これ当たりじゃね、ブロリーやりやした、まあ、最終的に総合の値段を書くんですが、まあコモンとレアはいつも通り10円換算にしますか。調べるのも大変なんだよ、全部だいたい一緒でしょ。見たらよくよく考えたら3万か、全部で。さすがにちょっと元は取り戻せないかな。お、人造人間17号 UR かっこいいっすね、 UM9 弾。まあヒーローズ辞めたのが5年前ぐらいで、辞めた後でもねカードリストとか見てたんですけど、もう本当に丸4年ぐらいはもう見てないんで、どんなカード、どんなこうイラストの UR があるのかなとか、そういうのも見るのも楽しいですね。見たことないカードも多分たくさんあると思うんで。で、あ、あ、間違えた、ベジータの方開けちゃった、ベジータの方先開けちゃった。はい、ドン、なんじゃこいつ、魔人ジュルム、これ知らねえな、知らねえけどいいね、全然被ってない。こんなんもあるんだね。はい、すいません、次悟空っす。あと悟空が2パックでベジータが1パックっすね。いいね、いくらすんのかな、2万円分ぐらいは取り戻したいけどね。3万も使った、お、スーパー17号 BM2 弾おー、やりやした、かっこいいな。じゃあもう一回悟空いきます、悟空ラストですね。これでさすがにシークレットは大当たり枠じゃない、あ、当たり枠以上は入ってんじゃない、さすがに。全然いいけどな、 UR 入ってれば全然俺は嬉しいけど。さあ、お、かっこいい、ベジータゼノ BM3 だ。あー、結構新しいの多いんだね、かっこいい、超かっこいいじゃんこれ。やっぱ UR いいな、ヒーローズの UR はマジかっこいい。 CP もね結構段によって違うんですけどね、段によってもちょっとかっこいい CP とちょっと個人的に微妙なね CP もあるんですけど、あ、じゃあラストいきます。あのベジータス、さすがに究極大当たりとかだと相当高いやつなんじゃないかな。はい、ドン、 BM3 弾の UR 孫悟空、どうなんだ、あ、何が当たりで何が外れか分かんないんだよね。まあこれは当たり枠に入るのかな、さすがにシークレットだから。これ1枚でしたね。じゃあまあトータルの値段出しますか。はい、トータル金額が 19,900 円でしたね。
まあ、レアカード全部レアカードだったんですけど、 UR とシク以外はまあ1枚10円にして合計20枚あったんで200円という換算にして、いやプラスで1パック単位でプラスになったのがビルスだけでしたね。あとはもうほとんど安い UR ばっかり、大新館がになまあその中でも2600円ぐらいで高かったぐらいで、まあそれでも元取れてないですからねっていう感じでしたね。まあビルスは何あたりなんだろう、当たりなのか大当たりなのか、まあさすがに究極あたりとかはないと思うけど、当たりかな、さすがにこれで大当たりだったらね、まあ一応3倍にはなりますけど、買った金額の、さすがにこれ1パックとかだったよね大当たりが。あベジータ側だと大当たり1パックかで、悟空側でどっちで引いたか覚えてないしね、もうすでに。まあいいや、とりあえずまあ2万、まあ約2万ね返ってきたというわけで、まあ個人的にはいいかな。持ってない UR を大量にゲットできたんで、シークレットも被ってなかったですしね。これぐらいだよな、被ったの。はい、というわけで、まあ、これからもねどんどん買っていこうと思いますが、ヒーローズもね遊戯王も。はい、ご視聴ありがとうございました。